ブローニング M1919 機関銃は第一次世界大戦末期にアメリカ合衆国で開発された銃機関銃である。水冷式機関銃であるブローニング m 1 9 1 7へ、機関銃を戦車搭載用の空冷式機関銃として再設計したものである。第二次世界大戦では銃機関銃としてはもちろん戦車や各種車両の車載機銃としてまたは 重自体の重量を軽くして、航空機銃としても使用され、各戦線で広範囲に使用された。最初のモデルである M1919 のほか、数多くの派生型があり、不評用機関銃として設計された M1919A4 を中心に、アメリカ軍で広く配備が行われ、第二次世界大戦における主力機関銃の一つとなった。年に、 M60 機関銃が採用されると徐々に更新されていったもののベトナム戦争頃まで使用された。M1917 機関銃1917年4月6日、アメリカ合衆国がドイツ帝国に戦線復刻を行い第一次世界大戦に参戦した。しかし、同日秘密裏に行われた報告によれば、この時点で陸軍が有する機関銃は、 大小新旧の各種合わせて1,110丁のみであった。一方、ドイツでは海戦以来大量の機関銃の配備が進められており、アメリカ陸軍には控えめに見積もっても10万丁の機関銃を配備する必要があるとされた。こうした状況において、ジョン・ブローニングが設計した M1917 へ機関銃の採用が決定したのである。M1917 のような 球団にベルトを用い、三脚に取り付けて使用する水冷式銃機関銃は、対戦の際に各国で広く採用、投入された火器の一つである。いずれも持続的な火力を発揮することができる強力な火器ではあったものの、持ち運びが難しく、重量もあったため、もっぱら防御陣地に設置して運用されていた。M1917 は優れた機関銃ではあったが、 他の機関銃と同様の欠点も兼ね備えていた。例えば、三脚と水冷ジャケットを含めると、重量はほぼ100ポンドになった。対戦中にはすでに水冷ジャケット及び水タンク、三脚を取り除いた M1917 が、航空機や戦車などへの搭載、あるいは不評による攻撃的任務などにも、柔軟に投入し得る、機関銃になると考えられており、対戦後には、 空冷式への設計変更が本格的に進められることになる。対戦末期 M1917 を空冷化して重心を18インチまで短縮した M1919 戦車機関銃の開発が行われた。M1919 という名称は M1918 自動小銃との混同を避ける目的で選ばれたものである。 もともと、照準機のないモデルと照準機を備えるモデルは共に M1919 と呼ばれていたが、後に後者のみ、区別のため M1919A1 と解消された。戦艦機第一次世界大戦のような機械化された戦争にも耐えうる火力の確保を試みていた陸軍機兵下は実験的に M1918 自動小銃を改良した M1922 機関小銃を採用した。M1922 は射撃精度こそ優れていたものの、加熱と弾倉容量の都合から持続射撃能力が限られていた。1929年4月、兵器委員会は、機兵送管の要望に基づき、機兵化に対して、 M1919 に重傷と着脱可能な軽量三脚を取り付けたものが2丁、改造重心を備えたものを1丁引き渡した。しかし、改造重心を取り付けた銃は非常に不評で瞬く間に加熱して射撃精度が悪化するばかりか、あまりの暑さに銃を持ち上げることさえできなくなったという。その後は、ルイス銃を用いた試験を行っていたものの、 世界恐慌の最中において、対戦時の余剰装備が未だ十分残されていると信じられていたため、新規に兵器を調達できる可能性は極めて低く、既存の兵器を改良することで対応しなければならなかった。1930年、騎兵家は M1919 を調達して、アイアンサイトや軽量な三脚、重傷などを取り付ける改造を施した。 当初は単に騎兵型とも称されていたが、後に M1919A2 と解消された。一方、不評価でも1931年に M1919 を試験のために調達し、改良を加えたものに M1919A3 という名称を与えた。M1919A2 の改良を試みる過程で、18インチ重心では、 30から06弾の性能を十分引き出せない可能性が示唆されたため M1917 と同等の24インチ重心を取り付けた M1919E に及び M1919A2E3 が試験用に設計された1935年9月5日あらゆる組み合わせの評価を踏まえ陸軍平均委員会は M1919 に本列ジャケット付き24インチ重心を取り付けた M1919A4 を標準系機関銃に推薦した。これに合わせ新たな戦車機関銃として M1919A5 が開発された。基本設計は M1919A4 と同一だったがピストルグリップがなく車両への取り付け基部が追加されていたほか三脚には 取り付けられなくなっていた。M1919A5 のような航空機、車両搭載用機関銃が固定の機関銃と分類された一方、M1919A4 は汎用の機関銃と分類された。M1919A4 は M1919 シリーズの中で最も大量に生産、配備された。不評価は M1919A4 と、 M2 三脚の組み合わせを好ましいとしつつ、要望として、ある程度の持続射撃能力を持ち、ベルト球弾を採用し、小銃弾を持ち、一人の兵士が運搬、射撃できる軽量な火器という事項を示した。1943年初頭までに、武器省は、不評価の要望に基づいた M1919A4 用の後付け回収キットの設計に合意したが、 その後の試験を経て、不評向けモデルは、M1919A6 なる名称のもと、純正式装備として採用されることとなった。M1919A6 は M1919A4 と、M1918A2 自動小銃のギャップを埋める下記と位置付けられ、軽機関銃としての傾向性を高めるべく、二脚と重傷が追加されていた。 航空機関銃としての派生型は、第一次世界大戦直後に開発が始まった。M1919 の原型でもある、M1917 の航空機搭載型、M1918 機関銃の派生型として、スプリングフィールド造兵賞で製造された M1921 及び M1922 が最初の航空機関銃モデルである。戦艦機には、 予算削減のため関映像兵賞での製造が中止され、コルトファイアーアームズ社が M1922 の設計を全面的に改修し、アン・ M2 として知られるモデルの製造を始めた。アン・ M2 は一見するとスケールダウンされた M1919 のような外見だが、ほとんどの部品が再設計されている。方向を左右に,に切り替えられたほか 翼内に設置することも想定し、それの移動式リモコンでの操作が可能だった。新自湾攻撃前から、50湾 M2 への置き換えが始まっていたが、第二次世界大戦中にも一定数が調達された。また、イギリス向けに303口径仕様のモデルも作られた。第二次世界大戦中の1944年10月、アーヘンにおける射撃風景。 射撃後、右側から排出される布製球弾ベルトが確認できる。M1919 の基本的な設計は M1917 と共通しているが、空冷化によって大幅に軽量化されている。発射機構は、機関部の反動を利用した、ショートリコイル式を採用し、弾薬の球弾方式には一般に布製の球弾ベルトが用いられている。 水冷式機関銃を空冷化する際に問題となるのは冷却効率の低下に伴う加熱である。これは防発や重心の劣化にもつながるが、しかし冷却効率を高めるために重心の質量を増せば部品を動作させるための反動が不足してしまう。これを解決するべく発射ガスを取り入れ動作に利用するマズルブースターの設計が行われた。また、 ボルトラッチを設けることで弾薬が熱された重心に送られることを防ぐとともに重内部のエアフローの改善を試みた。いずれにせよ M1917 に比べれば加熱しやすく重心交換の頻度も増すことは避けられなかった。もともと重心交換の際にはフィールドストリッピングが必要だった。M1919A6 では 重心交換を容易にするために、ブースターの廃止が検討され、重心自体のさらなる軽量化が試みられた。これによって放熱ジャケットの前方から重心を抜き出せるようになったものの、重心重量は M1919A4 の時点で限界に達しており、それ以上の軽量化の効果はわずかだった。重心の軽量化は持続射撃能力を損ねたほか、 理論上は問題なく動作するとされていたが反動エネルギーの余剰がほぼなかったため実践では汚れや銃の傾きなどの影響で動作不良が多発した後に着脱が容易なキャップ式のブースターフラッシュハイダーが採用されこうした問題は改善されていったシンプルな構造や部品数の少なさは同時に大量生産を可能とした生産には ゼネラルモーターズ社ほか多くのアメリカ企業が参加した。専用の軽量三脚として、M2 三脚が設計された。射撃する際には、通常2名が、いてと助手に分かれて使用する。共に、配備されていた、水冷式の M1917A1 機関銃に、比べれば、持続射撃能力で劣ったものの、それを補って、あまりあるほどに、軽量で、 部隊の機動力を損なうことがないため、非常に好評だった。また、水タンクの廃止と軽量化によって、空挺兵の装備として投下することも可能となった。銃としての信頼性も高く、M1919A4 がある限り、水冷式機関銃は一切不要であると語る兵士も少なくなかった。完全に置き換えることこそなかったが、配備の規模は早い段階で、 M1917A1 を上回っていた。アメリカ陸軍において M1917 は銃機関銃と位置づけられていた一方、M1919A4 はライフル中隊に配備される軽機関銃と位置づけられていた。例えば1945年から1948年までの不評大隊におけるライフル中隊では、 中隊付け武器小隊に所属する軽機関銃分隊の2個、軽機関銃班によって、M1919A4、A6 の運用が行われた。M1919 19は1957年まで、アメリカ陸軍の正式軽機関銃と位置付けられていたが、より軽量な汎用機関銃たる M60 機関銃の採用によって一線を退くこととなった。しかし、 その後も予備装備としては残されており、ベトナム戦争頃まで使用された。朝鮮戦争で運用される A6 ベトナム戦争で運用されるマーク 21KSPM42KSPM42 スウェーデンで M1919A4 に独自の回収を加えて国産化したモデル。M1919A4 とはバレルジャケットの穴の数と配置。 小準機の位置と形状が異なっていること、グリップがスペード型であることやレシーバーの上段部にキャリングハンドルがあることが異なる。当初はスウェーデンが導入した他の M1917、1919の仕様変更型と同様に 6.5X55mm 弾と 8X63mm 弾モデルが作られたが、 反動の強い 8X63mm 弾仕様は反動干渉装置のない軽量型の三脚に搭載するには無理があり 6.5X55mm 弾仕様のみに統一された。1950年代に入り M1919A6 に習った汎用機関銃とするべく発展型が開発され三脚に搭載する重機関銃。 車両に固定重化もしくは回転重化を用いて搭載する車載機重二脚と着脱式の重症を装着して用いる軽機関重の3タイプとして運用できるようになった。このム用機関重型は KSPM42 バイトとして正式化され、既存の M42 はすべてこの仕様に回収されたが参考とした M1919A6 同様。 景気感銃としては、重すぎるとして不評であった。1970年代には、実動状態で保有されているものは、すべて 7.62X51mm、ナトー弾仕様に回収されている。また、約船長が M42 から、KSPM39 に改装され、7.62mmKSPM39C の正式名で、 センチュリオン戦車のスウェーデン軍、使用型等に搭載された。それらのうち、ストリザフォーデン90不評戦闘車に搭載されたものは21世紀に入っても、現役で用いられている。30案、M2M1919 の航空機搭載型。もっとも、開発経緯としては、M1919 の原型である、M1917 を航空機関重用に改良した型である。 M1918 の発展改良型で M1919 とは同系列ながら開発されたルートが異なる。アンとは、アーミー、ネイビー、陸海軍を示す。なお、30口径の航空機銃で M1 及びアン、M1 という正式番号のものは存在しておらず、アメリカにおいて当初から30口径の航空機用機関銃として開発、正式化された。 機関銃としては、アン、m 2が最初のものだが、M1 とすると、原型の M1918M1 との混同を招くとして、M2 の正式番号が与えられている。M1919 とは、機関部全端の形状が異なることと、バレルジャケットを含めた重心部が細いことが識別点である。バレルジャケットとレシーバーの板厚を薄くするなどして、全体を軽量化し、 発射速度は毎分1200から1500発に向上している。また、球弾口を部品の交換で左右任意に切り替えられるように設計変更されている。輸出型及び国外型ブローニング303マーク 2KSPM22 スウェーデンでは M1917 へ機関銃を大規模に導入して主力機関銃とし M1917 の 航空機搭載発展系である M1920 にも導入してキャル3十案 M2 に相当する仕様のものを発注し、後にライセンスを所得して国産している。ありがとうございます。